リップス自由が丘店の坂口香織です。今日は、パーマがかかっている高田さんの髪の毛を2種類スタイリングしていきます。まずは乾かす前にメンズヘアオイルをワンプッシュつけます。後ろから前に向かって全体になじませます。ここから乾かしていきます。乾かす際はパーマがかかっているので乾かしすぎないことがポイントです。全体を8割乾かしていきます。なるべく根元を中心に乾かします。毛先はやや湿っているくらいがワックスをなじませやすくなるので乾かしすぎないことがポイントです。最後に前髪を上げたいところだけドライヤーで立ち上げます。分ける場所は黒目の内側の延長線上で分けるといいです。ドライヤーの終わりはこんな感じです。ここからワックスをつけていきます。今日使うのはリップスブラストワックスです。セット力がかなりあるワックスになってます。まずは枝豆2個分を手に一度しっかりなじませます。なじませ重要です。後ろからくしゃっと握るように揉み込んで、パーマを再生させるようにワックスをつけていきます。前髪と分け目の部分もしっかりワックスを揉み込むようにつけていきます。後ろも横もしっかりと揉み込んでワックスをつけてください。次に中間部分にもワックスをつけるためサイドからペラペラめくって、少量のワックスを少しずつつけていきます。手についているワックスが少なくなったらもう一度少量のワックスとオイルをワンプッシュほど付け足します。オイルはワックスが髪に絡まりにくくなるようにつけていきます。ボリュームを潰しすぎないように振り下ろしながらワックスをつけていきます。前髪にもしっかりワックスをつけてください。指と指の間で立ち上げてラインを作りながらつけると、作りやすくなります。後ろにもしっかりワックスをつけてください。ここから形を作っていくのですが、アウトラインを一度大きく出します。大きく出した後にひし形のシルエットになるように形を整えていきます。目尻の横に落ちる髪を整えます。これをやるかやらないかでだいぶ印象が変わるので必ず行ってください。はい、こちら完成になります。はい、次は超簡単で濡れている状態からリップスのフリーハードジェルでスタイリングしていきます。まず一度軽く後ろに触ってもらって全体をかき上げるようにつけていきます。一度全体をかき上げたら黒目の内側の延長線ぐらいのところから分けていきます。まず前髪の形を簡単に作っておきます。ジェルは固まりやすいので手早くつけてください。先ほどの半分ほどのジェルを付け足していきます。付け足すときはアウトラインから付け足しましょう。ジェルは全体的にボリュームが潰れやすいのでアウトラインを出すように付け足してください。くしゃくしゃ握りながらジェルを付けていきます。顔周りの髪の毛を整えたら終了です。
はい、これで2つ目の完成です。ぜひ簡単なのでやってみてください。ではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。